はようございます。今日は2月27日ですね。今日ご紹介したいアートが、今日はね、セントジャーメインのこちらのルームスプレーを皆さんに感じていただこうかなって思うんですけど、セントジャーメインはね、クイントエッセンスで56番のボトルですよね。ペールバイオレット、ペールバイオレット、このボトルのスプレーですね。で、実はこのセントジャーメインの奥さん、配偶者はレディポルシャ59番ですね。もう裁くのやめましょうねって、自分自身を裁くのも人を裁くのもやめようねっていうボトルですよね。こちらね、あのパートナーなんですね。で、まあ、この16番、こちらのスミレ色の衣、バイオレットローブの強烈に光が入ったものがセントジャーメインになります。でね、この15番下がバイオレット、上がクリア、この新しい時代の奉仕、これをシェイクしてもセントジャーメインになりますね。じゃあ今日のアートは、まあ、霊気のね、霊気尊天ボンジアートと、こちらがね、ちょうどバイオレットなのでね、大日如来様ですね。とこれが阿弥陀如来様で、こちらが文殊菩薩様ですね。がね、あのバイオレットなのでちょっとこちらご紹介しました。これは国宝覚輪寺で個展をした時に書き下ろした梵字になります、ね。じゃあ今日そのサンジェルマン、セントジャーメインね、ちょっとだけお話しますね。まあ、サンジェルマンは何度も転生を繰り返したマスターさんなんですね。こちらです。1600年代にはハンガリー王家のラコッツィ王子として、自国に自由、平等、博愛をもたらす運動を支援しました。その高い志を持った仕事を通じて、サンジェルマンは悟りと涅槃の自由を得たんですね。彼はアメリカ独立戦争でも精力的な役割を果たし、フランス革命の時代にはサンジェルマン伯爵としてロシアを支援したと、同じ理想を掲げ革命家を激励する立場にあったんですね。サンジェルマンが存在していたことを記念して、パリやフランスの中の通りにはこのサンジェルマンにちなんだ名前が付けられていますね。で、このサンジェルマンの転生で最もよく知られているのは、おそらくフランシス・ベーコンとウィリアム・シェイクスピア。サンジェルマンの配偶者はレディ・ポルシャ、こちらですね。まあ、自己の精神性、真の精神性とつながるために、過去のプロセスを手放すっていうことですね。で、愛情あふれる平和的な人であり、感性豊かな思想家でもあります。インスピレーションに満ちた教師やヒーラーなのかもしれません。こう、自分自身の男性性と女性性の側面をね、統合することを助けてくれるっていうこともありますね。で、宗教的な体験を普段の生活に統合することの助けにもなります。で、この占星術でいうと木星と関連が深いですね。で、サンジェルマンは同時にいくつもの場所に存在する能力を持っています。で、大天使ミカエルとともに働くとも言われていますね。ぜひこのペールバイオレット、ペールバイオレット、そして私のね、霊気の講座もし受けていただいたら、サードまで行くと、あとね、このサンジェルマン、セントジャーメインのクイントエッセンスを使った自分自身への光のかけ方っていうのを、まあ、独自にね、お伝えしたいかなって思ってます。で、
ャクラで言うとバイオレットっていうのは第7チャクラですね、頭頂部のチャクラになります。でその頭頂部のチャクラの仏様っていうのは実は虚空蔵菩薩様なんですね。でこれがあの須磨寺の小池副住職があのお正月にね特別懺悔で書いてくださいました虚空蔵菩薩様の梵字。虚空蔵菩薩様はこう梵字で書くとこうねタラクって言います。アカシックレコードリーディングとかってねあのスピリチュアルなその聞かれたことあると思うんですね。そのアカシックっていうね宇宙にあるこう知恵の貯蔵庫からねこう下ろしてくるっていう、また深い話は続きはサロンへっていうことでサロンでお待ちしてます。はい、じゃあ今日の光の言葉セントジャーメインのエネルギーとともに感じてみてください。遠隔で飛ばします。遠隔はねあの霊気で飛ばせるようになります。ぜひ霊気の講座ね初めて受けてみてください。光の言葉、夕日はその日一日のすべてを知っている。だからこんなにあったかいんだね。明日も頑張れるよ。明日もきっと素敵な一日だよ。優しいオレンジ色は傷ついた心を、疲れた心を癒してくれる。大丈夫。さあ元気出して歩こう。輝く未来が待っているよ。
したらまた明日元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。